ここでちょっとパッと軽く飯食ってくか。安いもんね、うどんとかも安いな。よし、あー暑い。2階もレストランになっとったっけ。あ、涼しい。カフェもあるし、うどんいいな。言うと快適なんですよね。上はまだ空いてないって感じ。こっちの方の中ではね、海の町って感じですね。ランチとかもやっておってっていう感じですね。なるほどな。ワンベイコミックレンタルコミックか。なるほどな。で奥なんかにもあったりするって感じですね。なるほどね。けどインド料理とかいろいろ入るんですね、中華料理とか。まあせっかくこっち来たし、まあ言うて広島ってうどんうまいようなイメージあるんだよな。まあまだこの先袋町とかあっちの方、それこそあ袋町とかあっちの方出たらね、食べるところもあるだろうと。ちょうど昼の時間帯ぐらいにかぶりそうなんだよな。あ、でこっちでも土産物屋もあるんだ。食事どこでもあるし、あ、パン屋さんもあるんだ。なるほどね。あ、涼しい。当初ブフェリーの時は、そう、向こうだ、奥にもいっぱいいるんだもんな。広いよな、このターミナル。いや、これもターミナルですよね。うん。三島ですかね。ターミナルですね。すごいな。こんだけいろいろ行き先あると見応えありますね。本数も多いですもんね。あ、これは車線も全部ここで買えるんだ。へー、便利ですね。取り替えか。さあ食べてきましたけどね、キツネうどん、やっぱね塩分がいるのよ。暑いとこなんやかんやと言ってますからね、塩分がだいぶ恋しくなってましたね。もうスープまでバチッと飲み干していただいてきました。うん、てっきり食券なのかなと思って、ふわっと入ったら、昔ながらのあの暗算方式でしたね。でもさすがもう皆さん常連さんは分かってはるんで、もうお金ねちょうどバチバチと用意しといて、やってましたね。でこっから神谷町やから、これでいいのか、西広、あ、これでいいんだ。よし、よし、じゃあ乗ってこ。よし、うん、あ、クリーム、あ、トマトパイね。OK、 こっちは海藻ですもんね。なるほどね。で2個が対応してるはずなんで、これでいけるはず。よし、まだ残高ね。よし、こんな感じなの。よし、
が動きます。おつかまりください。さてと袋町にやってきましたよ。神谷町の一歩手前か。あ、まあもう一つ本通りがあったか。っていうあたりですけどね。もう電車来んだ。もうここは一番引きなしに来る本線ですもんね。で、神谷町の方までちょっとプラッと、この辺りが中心街になってるんでね、なんか偉い、何の建物よ、すごい、何の建物もあるね。まあ、ちょうどこの辺りがちょうど栄えてるエリアになってるんでね。ちょっと歩いてみるにはちょうどええ。でこっち側ちょっとテクテクと行ったら、もうそんなに立たんとあるはずなんですけどね。ちょうどあれ江田島で待ってる時にちょうどなんかテレビ番組が放送されとって、袋町ここのちょうどなんか特集やってましたね。まあ見ての通り、ここら辺実はジャンパラとかもあんだ。ジャンパラあるんだったら結構その辺の店他にもあるのかな。小学校専門、あれがそうなんだ。もベロスチ、まあいろいろありますね。ここは明治安田生命か、建つんだ、建て替えてんのかな、すごいね。手の方にも出とってハケドみたいになっとるけど。で、UFJ 銀行マリーノ、まあ本当に大手町とかでっかいね。いや、でかい町です。こっちから八丁堀かこっちの方なんか、パルコとかあるのもこっち側の方やから結構大使か。この辺りがちょうどだから名古屋でいうところの栄から今池にかけてぐらいの、今池じゃねえか、栄から伏見にかけてみたいな感じのところらへんのイメージかな。いや、栄から上舞津の方のがしっくりくるかもしれんね。あそこの矢場町とかね、あの辺りのね、あの辺りも言ってその松坂屋の本店とかああいうのが結構あっちの方にあったりするんで、名駅のより境のもともとの要は繁華街やったところっていうので言うと、こっちも八丁堀からこの本通りとかこっちの方がどっちかっていうとそういう感じなのかな。ちょっと入ったところとかもいろいろありますもんね。あと土産物とか何かとかはまた後でおいおい出しときます。フェリーの映像のところで出してるかな。後で撮って出しておきましょう。
ます。江田島の、江田島がまさかネーブルオレンジが有名だとは知りませんでしたけどね。で、本通りで確かこの奥があれだよね。この前ちょうどこの奥にこの前泊まった満喫があるか。この通りだったよな。でも本通りで、あ、そうやね、この通りやね。で、この奥のところに行って、あ、じゃあそっちの奥や、あっちの奥のところに寄ったんだ。で、ちょうどここから、あ、すみません、これでアストルドームだよね。ここから入ってきた、地下に入ったらいいんだ。